ベベン、太陽の化身は暗黒に取り込まれて、月の化身と無垢な少年たちの努力も虚しく、ベン、世界は闇を迎えた。ベベン、そんな中立ち上がるは武蔵小次郎ニャース。ベベン、救世主3人の輝き伝説ここに完結。次回ポケットモンスター3&ムーン未来へつなげ輝き様の伝説そうなんさ。